はい、じゃあ1号から白髪詰めしますね。そうなんですよ、ちょっと1段目だからね。1段目だね、はい、何、小学校のあの校庭の上かい。上、ね、上、まあ上だ ね、どう校庭がある上か、上こうに上がってる道があるよね、はい、あの、なんつうの、そこの、うん、中野高校の方へ、はい、あの、次あの道路の通りなんですか、右手今ね、うん、昔の中学校があった、昔の中学校あった、あった、うん、音楽室の道路挟んで隣、うん、今はツインプラザって場所になったんだけど、うんうん、シンプルだ、うん、自分ができた、そう、何しろするとこ、だから俺いろんな行事をやるってこと、あ、そうなの、うん、だからホールもあるからさ、場所的にはさ、そう、駅にも近いし学校にも近いしさ、いいじゃん、そうなんですよ、ね、で若手が入ってるんですよ、そういうところ、アパートは、そうです ね、 ね、うん、みんな親ともあまりいないからね、そうだよね、うん、中学校がさ、上、あの、うん、なんだっけ、あそこのゴルフ場の方行っちゃったもんね。そう。ねえ、あの時どうって言うんだよ、みんな。バスで行こう。車で行こう。だから自転車のことをあるってことじゃないかね。何なの作ったんだ。あれ、うちの子は中学3年、息子はあそこでいたんだよな、中学生ね。その時は中野城中学だったですかね。中野城中学 で、 で、ね、お父さんがね、はい、違うんだ。あそこ社宅のところに何かが入所ができるんで、はい、うち一軒も最後一軒になっちゃったの。みんなうち作って出たりして、あ、そうなの。一軒だったの、はい。それで子供がほら中学行ったでしょ。はい、これでいたらなんか事務所ができるんで。早く出てくれって言われたのは知らないけど、うん、中学、下の子が中学2年、はい、上のお兄ちゃんは中学